どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、前回の動画で私クラン戦実況をやりますかね、ドヤ顔で言ってましたけれども、すいません本当にすいませんでした。あのですね、私今言い訳をするとですね、出先では動画を撮れないんですよね。まあ要するにそのクイックタイムプレイヤーとか、あとレコードマイスクリーンとかでですね、自宅の端末とか自宅のソフトでやらないといけないので、ちょっとすいませんということでですね、今回私のですね、その実況リプレイになってしまうんですよ。申し訳ございません。まあね、私が攻めてるね、リプレイとか、私が攻めてるその声とかね、その状況とか雰囲気っていうのを楽しみたいと思っている方、すいませんでした。ということで、私がですね、まあね、見たいなとか、私も前回の動画でこのベースを攻めるって言っちゃったんで、このベースね、そのベースとかのね、その攻め方とかも見たいと思いますので、まずはリプレイをご覧ください。その前にですね、私、ね、今回2回の攻めで、2回やりまして、1つ目は、まあ、星2。はい。そして、2回目。星0です。はい。星0です。皆さんですね、もうこんなね、もうキヨキヨの動画見たくねえよという方のために、最初は星2のリプレイをやって、もうキヨキヨなんて見たくねえよっていう人のためにですね、2回目は星0の動画なんで、もうそこで切ってもらっても構いません。はい。では見ていきましょう。はい、皆さん、すいません。皆さん分かりますよね。攻撃側、進撃の起用か2番。相手、7番。はい、もうね。今日のコメント欄、キヨキヨ下手くそすぎワロタ。そして、キヨキヨ隠した攻めワロタ。もうその2つ、もうその2ついただきます。ありがとうございます。まずですね、皆さん、これ星2しか取れなかったんですよ、今回。もちろん星3で、星3狙いしました。でですね、皆さんご存知、あのロジックドネイターズさんのね、トミーさんが、ほぼ簡素かな、あれ。簡素でレゴ壁とかもある村からですね、星3動画アップロードしていましたよ。私のこの編成で。まあちょっと私編成いじってんのかな、わかんないですけども。まあ編成を見てもらえばわかる通り、バーバリアン4、ウォールブレイカー20。まあこういうベース、穴開けが非常に大事ということで、ウォールブレイカー、もうちょい持ってった方が良かったですね。私、穴開けちょっと下手くそなんでね。はい、そしてゴーレムに、援軍にゴーレムが1体入っています。そしてネクロということで、ゴイービーという感じでございます。早速見ていきましょう。まずですね、私結構右側から攻めるの好きなんですけれども、今回左下から攻めました。なぜかというと、ウォールブレイカーでその壁を破壊するときに、ウォールブレイカーレイジでですね、この中心部の中心層を破壊するんですよ。その時にこちらはですね、こちらウィザードの塔のレベル8があるんですよね。こっちレベル7ということで、ウォールブレイカーレベル6は、ウォールブレイカーレベル6はですね、あのウォールブ、このレベル7のウィザードのタワー、ウィザードの塔はですね、一発耐えるんですよね。しかし、このレベル6のウォールブレイカーで、このウィザードの塔にですね、攻撃されると瞬殺されてしまいますので、はい、ここでまた穴開け見せてますね。はい。ここでもう諦めてというか、ウォールブレイカーあと4体残っているんですけれども、あのウォールブレイカー、中心部、ここ、もう中心部、ここ開かなかったらもう、元も子もないので、まあ、ここすぐ穴開けられてますね。一発目、ウォールブレイカー取ってんで、ゴーレムの一発殴った段階で開けることができました。そしてですね、まさかのまさかババキン恐れてるっていうね。はい、もうクソ野郎です。もう私、下手くそすぎます、本当に。そして、援軍を巻き込んでの、ね、フリーズでしっかりとウォールブレイカーレイジで穴を開けていくことができました。ここで、トミーさんもおっしゃっていたんですけれども、中心部に全部のユニットが入ることが全開の条件だと、トミーさんもおっしゃっておりました。まさかのババキンそれてます。そして、ネクロマンサー4体もそれてます。なんでしょうね、こう、同じゲームをやっているのにもかかわらず、こうしてこう、差が生まれていくんでしょうね。やっぱそういうのはセンスとかの問題なんでしょうけども、ネクロマンサー4体、そしてバーバリアンキング一番それちゃいけないですよ、バーバリアンキングっていうのは。でネクロももちろんそうですけども、いやー、なんかね、ダメっすね、やっぱね。でここでインフェルノタワー破壊できるんですけれども、まあまあまあ、残りネクロと小ゴーレム1体とっていう感じで、ちょダメでしたね、本当に下手くそですわ。こうね、例えばこう同じね、同じゲームですからね、これね、私やってるの。まあね、皆さんね、優しい方はね、こう惜しいですよ、キヨキヨさんみたいなね、言ってくれる方もいらっしゃると思いますけれども、これもうミスばっかなんですよ、本当に。もういいですよね、もうこのリプレイ見なくていいですよね。はい。かといって、次のリプレイがいいリプレイだとは限らない。そう、そこがですね、この世界の面白いところでもあり、辛いところでもあります。はい、2回目の攻め、見ていきましょう。まあ、この村は基本的にはですね、もう、なんだ、なんか V 字型のベースで、結構、楽ですよね。ちょっとポイント出しましょうかね。楽なんですよ。で、
皆さん見てもらえば分かる通り、こちらねインフェルノタワーよりタウンホールの方が下向きに出ているんですよ。なので、アーチャークイーンで処理した後、私の考え方としては、もうここら辺で、まあ、外周ペッカとか出したパーセント貸し継ぎして、普通にね、星に取る予定だったんですよ。まあ見ていきましょう。まずは、下からもう行きます。ズカと。ね、まず、ゴーレムを出して、ここでウィザード出して、ウォールブレイカーでしっかりと穴を開けていくということなんですよ。でですね、ここで、ちょっと今回慎重にやりすぎたなっていう感じしますね。でゴーレムを出してきました。ここでですね隠しテスラが出てくるんですよ。こっちもね、これが相当でかかったです。でかくないわ、痛いです。ここでですね見てください見てください、もう言い訳ですよ。私の中心部にゴーレム集まってくれてるんですよ。なので隠しテスラが出てくれなかったらですね、私このタイミングでジャンプ打ってるんで、隠しテスラがいなかったらね、タラね、タラですよ、タラは言っちゃいけません。でも中心部に入ってくれる予定でした、入ってくれる予定でした。しかしね、相手うまい。ここで隠しテスラやることによってゴーレム全員それましたからね。はい、そして何のレイジだっていうね、まあババキンが向かってくれるのかな。そしてペッカが1体残っね行ってくれますけども、ライトニングでこちらのネクロマンサーを処理します。あのよくですね、そのライトニング打つときにこうね、やっぱ人間の心理的にアーチャーがたくさん固まってる方に落としたいとか思うんですよ。しかしこういうところはですね、こういう時はネクロに確実に、でここでロイヤルクローク発動してダウンホール破壊しようとするんですけれども、はい死にましたね。この HP ですね。はい、でそのねアーチャーとかに固まってるところにたくさんね、たくさんのユニット殺したいから、こうアーチャーにこうバーンって落とすとき、まあ人もいるんですけれども、ここは確実にネクロを殺してください。はい、でここでですね、もうキヨキヨ死んでますよ今頃。確かね取った時、これ取ったじゃないわ、これ攻めてる時、いやもううわーってなって何もできない状態ですね。うわやらかした、うわっつって、ここでバーバリアンですね、ちょっと数体出して、まあサイドカットできてないですよねまあできてないのでバーバリアンはそれます。もしここでねワンチャンスここの壁とかターゲット取ってくれたらペッカとか流し込もうと思ったんですけども、あ無理だなと思いました。ここで外周ペッカ出したんですけどね、でこうもう残りのバーバリアンとかもう無理だと思って、でもウォールブレイカー出しようっていうね。はい、いやーダメっすわ、はい皆さんこんなんね見てもしょうがないです。皆さんですね、今回本当にリプレイ取れなくてすみませんでした。ちょっとですね、次回も本当クラン戦実況したいんですけれども、できたら本当しますわね。私ね、例えばねキヨキヨね、どうせ星ゼロだったからリプレイ載せないんでしょと思ったあなたね、私今出してますからね、そういうわけではないです、そういう理由じゃないです。今回ちょっと私完成モードなんで、私のチャンネル登録者2万人イベントさんのクランにお邪魔するので今回のクラン戦は出ていませんが、これからもクラン戦うまくなっていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。